はい、というわけで改めまして高校生です。今日もご視聴くださいましてありがとうございます。帰ってきて少し休憩したら、次に撮る YouTube の計画を立てて、お菓子を食べて、休憩したら6時からバイトがあるので、頑張って働いてこようと思います。だいたい毎週金曜日に YouTube の動画を配信しているんですけど、今日配信される動画の設定をしているところです。はい、設定が終わったので次に撮る動画の計画を立てたいと思います。9月22日今日配信する動画の計画を立てているところです。だいたいいつもこうして先に動画のテーマを決めて、そこからどんな内容を撮るかを決めて、で、主に週末に撮影して、まあ必要があれば平日にも撮影するんですけど、それから編集をするという流れです。こんな風に書き方は汚いですけど、いろんなことが計画してあります。こんな風にタイトルを仮でつけて、撮りたいシーンをその下に書いてます。これは前回の先輩とデートした回の動画のプランです。こんな感じで今日は YouTube 活動について詳しくご紹介する動画になります。あとは先輩との恋の話の続きもちょっとだけしようと思います。さあ、大橋和也じゃなくてプリンを持ってきました。食べたいと思います。1週間のスケジュールは、月から金学校に行って、で、平日のバイトは週2から3で、あとは土曜日に丸1日学校に行って、日曜日は丸1日バイトするっていうスケジュールです。本当に今ちょっと時間が詰め詰めになりすぎてちょっと大変なんですけど、まあ、でもそれも文化祭が終わるまでの辛抱かなと思って、頑張って乗り切ろうと思っています。でもこのくらいやることがある方が私は好きかもしれないです。とにかく毎日楽しいです。はい、この日は土曜日だったんですが、学校が終わって帰ってきました。今日はお菓子を作りながら動画撮影します。で、撮っているところを母に撮ってもらいました。YouTube を撮るときにこんな感じで撮っていますよっていうところをお見せしたくて撮りました。昨日の学校の帰りに買ってきた無印の熊さんビスケットをアレンジしたお菓子を作ろうと思います。前々回の Q&A の動画で、動画の撮影に使っているカメラや編集しているソフトを教えてくださいっていう質問が結構あって、で、今日はそれも詳しく話していこうと思います。まず、撮影に使っているカメラなんですけど、ソニーの ZV-E10 というデジカメを使っています。Vlog なので iPhone で撮っても十分だと思うんですけど、母がカメラを持っていたので借りて使っています。でも iPhone でも今十分綺麗な動画が撮れるので、無理にカメラを用意しなくても iPhone でいいと思います。編集は Fimora というアプリを使っているんですけど、これについては動画の後半で動画編集の基本的なことを説明したいと思いますので、ぜひ見ていってください。動画を作る過程で一番大変なのが撮影なんですけど、カット割りを細かくすることを意識していて、だいたい20分の尺の動画で400シーンぐらい入るように、カメラのアングルをいろいろ変えて撮影するようにしています。私一人しか家にいない時は一人でこうせっせとカメラの位置を変えたりとか、画角を変えたりとかして撮るので、地味に時間がかかって、大変なんですよ。なので動画の撮影する時が一番私は大変かなって思います。編集よりも撮影っていう感じですね。ちょっと愚痴みたいになっちゃうんですけど、前々回の Q&A の動画上げた時に、私が自分の通っている高校の偏差値を中の中って言ったんですね。そしたらコメントで、そんなわけないだろうみたいな。だってお前の動画全然勉強シーンないやんけみたいなコメントが来たんですよ。だから中の中はお前は言い過ぎだみたいなことを言われたんですね。で、それを見てびっくりしたんですけど、動画で見せてないから勉強してないってなんで思ったのか全然わかんないですけど、勉強するときに動画って撮れなくないですかね。だって勉強に集中しようと思ったら、さっきも言った通り動画撮るときってカメラあちこち場所変えて、アングル変えて、画角変えてとかやらなきゃいけないから、そうすると勉強しようと思っても集中できないと思うんですよね。うん。だから勉強シーンこれからも出てこないんじゃないかなって思うんですけど、なぜなら本気で勉強したいからするときは。うん。で、もしこれから YouTube を始めたいと思っている方がいたら先に言っときますけど、こういうことを言われるっていうリスクもあるんですよ。本当にね、私のチャンネルを見てくださっている方々は皆さん本当に優しい方ばっかりで、かけてくださる言葉というかコメントもすごく嬉しいものばっかりなんですけど、本当にたまに、っていうような、なんでっていう、なんかもういきなり
怒ってるじゃないけど喧嘩越しみたいな人もいるし、容姿に対してディスしてくる人もいるし、そういうのも受け流せるっていうか、全く気にしないっていうメンタルがないと本当にね、結構ひどいこと言ってくる人はいます。でも私はおかげさまで全く気にしない性格なんですよね。気にしないっていうか、もう見ない、見つけたらすぐ捨てる。もう自分が受け取りたい言葉はもう自分が選ぶ。汚い言葉、見たくない言葉は絶対にもう私は見なかったことにする。だって自分の周りはこう美しい、綺麗で可愛いものだけ置いときたいから、この私が運営してるチャンネルのコメント欄にそんな美しくない言葉を持ってくる人はね、私は絶対に関わりたくないって思ってやってるから、全然それで傷つくとか気にしちゃって落ち込んじゃうとかは全くないんですけど、ただやっぱり自分のこういう私生活を発信するってことはそういうリスクもあるってことだけは覚えとかないと、結構えぐい人はえぐい。で、学校に行きながら YouTube をやるってなると忙しそうなイメージがあるかもしれないんですけど、意外とそうでもなくて、だんだんコツをつかんでくるというか、自分の中でリズムがつかめるので、最初は本当に大変なんですけど、だんだんいつどのタイミングで何をやっとくべきかっていうのが分かるようになってくるので、とにかくやる気と行動力、これがあれば絶対大丈夫です。あと YouTube をやるって世間一般的に言うとなんか良くないイメージがあるじゃないですか。でもすごい、自分が成長するすごくいいきっかけになると思いました。だってやってもやらなくてもどっちでもいいことじゃないですか。サボろうと思えばサボれるし、でもそこを自分の中で奮い立たせて目標に向かってひたすら走る、頑張る、このプロセスが学べるから、そういう意味で本当にやってよかったって思います。あとは何よりも自分の好きなように全てをクリエイトできるっていう、全部自分の好きなようにプロデュースして好きなように作れる形にするっていうのが本当に楽しいです。で、つまんなければ見てもらえないし、多少面白ければちょっと見てもらえるしみたいな、そういう評価もダイレクトに全部返ってくるから、そこが一番のモチベーションになっています。はい、一気に喋り倒してしまいましたが、とにかくもし YouTube に少しでも興味があってやってみたいなって思っている方は絶対にやってみてください。最初は難しいことはしなくても、ちょっと動画を撮って編集してみるとか、その程度でいいと思います。さあ、くまちゃんマシュマロクッキーが完成しました。マシュマロはオーブンで焼くとすっごくサクサクになってとっても美味しいです。食べますね。すんごいいい音じゃないですか。材料も2つでできるので、ぜひやってみてくださいね。はい、こちらは熊参拝、焦げてしまいました。失敗です。丸焦げ熊さん。さあ、昼間撮った動画を編集したいと思います。いつも編集するときは1日1時間から2時間ぐらい作業するんですけど、連続で何時間もやれなくてっていうのは、ずっとやってると煮詰まってきてアイデアが浮かばなくなってくるっていうか、何やってんのか分かんなくなってくるみたいな、だんだんもうそういうときはスパッとやめて寝て、次の日もう一回やるとまた集中して作業ができると思います。なので1日1、2時間をほぼ毎日やる感じなので、編集は1時間から10時間ぐらいは時間がかかっていると思います。でもスマホで簡単にできるので、こんな風にマックを食べながらとか、まあ、寝る間際、あと移動中電車に乗ってる時とか、隙間時間を使って手軽にポイポイポイっていう風にやってる感じです。今から普段使っているフィモーラを使って編集の仕方を説明していきますので、ぜひ見ていってくださいね。はい、では今からは私が普段使っている動画編集アプリソフトフィモーラについてご紹介したいと思います。詳しい使い方をご紹介していくので、ぜひ動画編集に興味のある方は最後までご覧ください。私も今動画編集してます。マック食べながらですいません。でもそのくらい手軽に使えるアプリなので、ぜひ皆さんも今日覚えていってくださいね。こちらのテーマに沿って今日は説明していきます。新しいプロジェクトをクリックします。すると自動的にデータフォルダが開きます。使いたい動画を選んで、インポートボタンをクリック。すると、今選んだ動画がクリップボードに並びます。選んだ順番に動画が並んでいます。もちろん後から並べ替えることもできます。次にトリミングといって、使いたいシーンだけを切り取る作業をします。
今私がパイシートを袋から出そうとしているシーンなんですけど、ちょっと出すまでに時間がかかっているので、最初の方を削ろうと思います。クリップをタップすると下からボタンが5つ出てきます。戦闘を決めるボタンをタップすると、それより前のいらない部分が自動的に削除されます。今度は動画のお尻を決めます。この赤丸のボタンを押すと、ここまでで動画がカットされます。始めと終わりをワンタッチで決めることができてとても楽です。もう一回やりますね。ここを先頭にします。お尻も決めました。真ん中のボタンはただ動画を切るだけなので、切った後にいらないところはゴミ箱ボタンで削除することができます。では次に動画の速度の変え方を説明します。今パイシートを切ってるんですけど、包丁の動きが遅くて、ちょっと尺を使いすぎるので、そんな時は倍速にしたりして速度を変えます。このスピードのボタンをクリックしてください。そうすると遅くも速くもできるようになります。このシーンは 3.5 倍速にしてみたいと思います。簡単に速くなりました。今度は縦に切り込むシーンなんですけれども、ここも 3.5 倍速にしておきましょう。はい、では今まで作ってきたところだけどんな流れになったか見てみましょう。テンポのいい動画になっています。ちなみに切りすぎちゃった場合はこうやって引っ張ると一度消してしまった部分が復活します。一通りトリミングを終えたらまた新たな動画を追加していく、この作業の繰り返しになります。この作業を終えたら動画全体の土台の完成です。この次にテロップを入れたり音楽を入れたり肉付けをしていきます。はい、ではテロップの入れ方です。これもすごく簡単なんですけど、テキストボタンをクリックすると真ん中にテキストボードが現れます。好きなフォントを選んでテキストを入力するだけ、とても簡単です。フォントの数もすごくたくさんあります。入力したフォントの長さの調整も先ほどのカットの仕方と同じです。とにかく何をするにもサッサッサってボタン一つでテンポよく進んでくれるので、とっても使いやすいと思います。テキストの拡大や縮小はピンチアウトやピンチインで簡単にできます。移動も簡単にできます。打ち込んで表示したい位置に持ってくるだけです。フォントの色ももちろん変えられます。このパレットのボタンを押して、テキスト自体の色を変えたり、アウトラインをつけたり、シャドウをつけたり、様々なことができます。では次にトランジションの入れ方を説明します。パイシートのシーンを終えて次のシーンに行く、この間の切り替わりの切り替わり方を変更します。各シーンの間にある白い四角を押すと、このように下から様々なデザインが出てきます。一番ポピュラーなディゾルブを使ってみます。皆さんもこの切り替わり方何度か見たことがあると思うんですけど、こうして編集しています。他にも一度ブラックアウトするものや、ホワイトアウトするものをスライドして変わるもの、いろんなデザインがあります。動画の先頭や終わりはモーションというボタンから変更できます。一番下に表示されているのは長さです。秒数が長ければ長いほどじんわりと始まります。次に音楽の入れ方を説明します。ミュージックのボタンをタップ。いろんな雰囲気の BGM がめちゃくちゃ豊富に内蔵されていて、好きな音楽を聴きながら選んで、決まったら右のプラスボタンを押す。一旦これにしてみましょう。プラスボタンで選択すると一瞬で音楽が入りました。右にある全画面表示のボタンから一度プレビューしてみたいと思います。
はい、ここまで基本的なことができれば、あとはほぼ何でも応用していけると思います。とっても簡単で、誰でも分かりやすく使えるのが特徴です。動画の編集っていうとパソコンに向かってやらなきゃいけないイメージがあったんですけど、こうしてスマホでサクサク指一本で簡単にできるのがとてもいいと思います。はい、でスマホで作った動画はこのようにクラウド管理すれば、パソコンからもアクセスして同じ動画を編集することが可能です。私はだいたいパソコンで大まかなカット割りをして、あとはスマホで細かく調整していくことが多いです。あとはエフェクトが豊富にあるのも大きな魅力の一つです。簡単に動画がおしゃれな雰囲気になるので、高度な技術がなくても誰でも手の込んだ雰囲気の動画を作成することができます。試しにこのデザインを使ってみます。タップするだけです。そうすると簡単にこんな映画チックな雰囲気になりました。だから基本的な操作さえ覚えてしまえば、もうあとは難しいことは一切なくて、本当に誰でも手軽に気軽に動画がどこでもどこにいても作れる。ここにエフェクトが追加されているので、もしいらなければ選択してゴミ箱で捨てるだけです。どうですか？めちゃくちゃ簡単ですよね。はい、こちらは PC 版を開いてみました。テンプレートのボタンをクリックすると、動画を作るためのたくさんのデザインが最初からこのように用意されています。旅系の Vlog にぴったりのデザインや、こんな爽やかなミュージックビデオみたいなのもあります。こんなおしゃれな Vlog 向きのテンプレもありました。たくさんデザインがあるので、自分でいちいち凝ったことをしなくてもいいというわけです。使いたいデザインがあったらダブルクリックして選択して、このようにクリップボードにドラッグして引っ張ってくるだけです。真ん中にあるサンプル画像をどかして、入れたい動画や画像を挿入すると、もうとにかくめちゃくちゃ簡単におしゃれな動画が作れるというわけです。他にもこんな結婚式で使う動画も簡単に作れます。これをちょっと使ってみましょうか。ちょっと結婚式っぽい写真がないので、さっきのハワイの風景で作ってみます。ドラッグしてクリップボードに落とす。真ん中に挟まっているサンプルの画像をどかして、入れたい画像を挿入するだけです。はい、もうめちゃくちゃ簡単に雰囲気のある動画が作れました。あとはもうめっちゃ面白い今流行りの AI 機能で、自分のイメージに合った画像が作れるという機能なんですけど、すっごい面白いのでちょっと見ていってくださいね。イメージするワードをたくさん入力していきます。今英語で入れてるんですけど、日本語でも可能です。で、入力して作成するとこんな風に AI 機能が作ってくれるんですけど、私はイケメンの男の子を生成しております。アイドルみたいなイケメンの高校生男子でリクエストしました。はい、好きー。めっちゃ可愛いよ、目の保養なんだが。え、こんな可愛い子うちの高校にはおらんって。こうやって AI 機能にお願いすれば、可愛い男の子の画像が手に入る。これ面白すぎて夜な夜な AI 機能を使って画像作っちゃってます。じゃあ今度はボーイというワードをガールに変えて可愛い女の子を作ってみます。ここにはなるべくたくさんのワードを具体的に入れると、よりイメージに近い画像を作ることができるそうです。これは本当に便利な機能ですよね。フリー素材を探してこなくても、ここで自分の思い通りの画像が作れるので、すごく便利だと思います。ちなみに1日20回までしか作れないそうなんですけど、20回も無料で作ってもらえるって逆にお得ですよね。よかった、学校にこんな可愛い子いなくて。こんな子いたらもうおしまいだよね、私たちの恋。ほら、すごくないですか？人物以外でも動物や、あと風景、今これハワイの景色をリクエストしてます。ほら、すごくないですか？はい、以上ご紹介しました。フィモーラの動画編集アプリとソフトなんですけど、気になる方、使ってみたい方は概要欄から詳細をチェックしてみてくださいね。
はい、ということで私は編集しながら疲れて寝てしまいましたので、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴くださいましてありがとうございました。